アメリカやヨーロッパの中央銀行が大規模な緩和政策を終える出口政策を着実に進める中日銀が取り残されている点に関心が集まっています一体どのくらい出遅れているのでしょうかアメリカの連邦準備理事会 FRB の例を見ると出口政策として主に4つの段階を経てきたことがわかります 第一が国債などの購入額を減らし始めること。第二が国債などの購入を止め。量的緩和を終える局面。第三は政策金利の引き上げ開始です。そして第四が保有資産縮小の開始で。すでにこの段階に入っています。欧州中央銀行 E. C. B. は現在第一段階ですが。 経済物価情勢を踏まえつつ、年末に量的緩和を終える方針を最近示しました。少なくとも来年夏までは利上げはないとしていますが、うまくいけばそれより後には金利の引き上げを始められるかもしれません。つまり、第三段階へと至る道筋が一応見えてきています。日銀はどうでしょうか。 実は第1段階の開始も公式には表明していません。ただ、実際には国債の購入額が徐々に減ってきていますので、実質的には第1段階に入っているとの見方もできそうです。それでも第2段階の量的緩和の終了の目処は見えていませんし、第3段階の金利引き上げが早期に始まることもほとんどありえない状況です。 アメリカとは3段階もの差があるわけです背景には欧米と異なり日本の物価の上げ圧力がなかなか強まらない点があります金利を極めて低い水準に抑える今の政策が長期化すれば銀行の収益が圧迫されたり保険年金などの資産運用の成績が悪化したりする副作用が強まりかねませんいずれは 副作用に対応するための金利の小幅な修正が検討課題になるかもしれません。